ールデンブルームシアター連続ラジオドラマカラスの子第2回作阿部聖歌。エパスタマンガーデンガーデンヤバカンコサンテサンデバッササンドーマンデアバーガンデンデアリヤバカンコサンデエパスタマンガーデン。マサシは長老の呪文によって全く身動きができなくなった。体が動かない。マスカンペアマガデンガラスのメガンペナンデバンクラバー。マサシ、マサシ、あの子ご飯も食べないでどこ行っちゃったのかしら。まったく鉄砲玉なんだから。ママ、僕ここだよ。ここにいるよ。マサシはそう言いながらママに近づいた。その瞬間、ミキコは大声を上げ、集積所のゴミ袋を手にすると、それをマサシに向かって振り下ろした。近づくな、小汚いカラスめ。痛い、痛いよ。ママ、僕だよ。マサシだよ。かあ、かあ。えい、近づくな、近づかないで。それ以上近づくと容赦しないわよ。ママは小枝を拾うと小カラスになったマサシを追いかけ回した。マサシはママに追いかけ回され木の枝に舞い上がった。しかしまだ自分がカラスに変身してしまったことに気づかなかった。ママ、僕だよ。どうして僕にこんなことをするの。カラスが人を襲うって聞いてたけど本当だったんだわ。もうこうなったらカラスを根こそぎ退治してもらわなくちゃ。私だったからいいようなものの、もし子供だったら大変なことになってたわ。カラスども、今に見てなさい。マサシのママは大層怒りながら家に戻っていった。おい子供、お前がどうなったのかわかんないのか。あれ、コスケ、お前やられたんじゃなかったのか。俺様がやられるわけないだろ。ああいう時はな、死んだふりをするのが一番なんだ。人間だって熊に襲われた時死んだふりするだろ。そうか、それはいいこと聞いた。よし、今度からオイラもそうしようっと。おい子供、自分の姿をよく見るんだ。そう、よく見るんだ。見れないなら鏡持ってきてやろうか。お前はな、俺たちと同じカラスになったんだ。長老がお前に呪文をかけてな。少年、お前はわしたちカラスがどうやって暮らしているか知らないのであろう。わしたちカラスが好きでゴミ箱を漁っているとでも思っていたのか。すべてはお前たち人間がしたことなのだ。さあわしらと一緒に来るのだ。そしてわしらがどうやって暮らしているか知るがよい。マサシは泣いた。その声は悲しそうに響き渡った。もはやその泣き声は人間のものではなく、カラスの泣き声そのものだった。カスケたち、カラスのねぐらは公園の中にあった。マサシはそのねぐらの隅っこで小さくなっていた。日が暮れ始めると、次々とカラスの群れが帰ってきた。あら、あの子どこの子かしら。初めて見る子だわね。他の群れの子じゃないかしら。おい子供、じゃなかった、子カラス。トータはいきなりマサシの頭を叩いた。おう、いっちょ前にオイラたちと同じ声を出しやがる。どうだ、痛いか。さっきオイラに石をぶつけたお返しだ。それから今度はオイラの妹の分だ。妹は
お前に大怪我をさせられたんだぞ。妹の痛みをお前にも分からせてやる。トータさん、やめなさいよ。子供になんてことするの？そうよ、子供をいじめるなんて最低。おい、こいつが誰だか知って言ってるのか？こいつはな、オイラの妹に大怪我をさせたやつなんだぞ。そんな悪いことをするような子には見えないけど。こいつはな、さっきまで人間の子供だったんだ。オイラたちカラスに石をぶつけたり、棒でオイラたちを追いかけ回したり、パチンコとかいうやつで狙ってオイラたちを目の敵にしてるやつなんだ。そういえば、私もそのパチンコとかいうので狙われたことがあったわ。小石がピューンと私のくちばしをかすめていったけど、もう少しで当たるとこだった。この子があの悪ガキだったんだ。そうだったんだ。あの悪ガキがこの子だったんだ。だからオイラがこいつにオイラたちの痛みを教えてやろうと思ってよ。そうね、そうでもしなきゃこういう子にはわからないわよね。な、な、そうだろ。ゆうこ、えいこ、まーこ、お前たちも今までの恨み晴らせよ。よーし、やっちゃえ。全員がマサシをいじめにかかった。マサシは悲鳴を上げながら逃げ回った。こら、みんなやめんか。長老がトータの妹聖子、カスケ、与吉と共にやってきた。一人の子供を寄ってたかって何をしておるのじゃ。わしが常日頃から言っておることがお前たちにはよく分かってないようじゃな。マサシは長老の後ろに隠れた。でも長老、こいつには目にはハメを、歯には用事をってやつで。それを言うなら目には目を、歯には歯をよ。まったくバカなんだから。そうよ、バーカ。でも私たちに歯はないわよ。くちばしはあるけどねー。そうそう。いいか、みんなに言っておくぞ。わしらはな、愚かな人間どもとは違うんじゃ。いじめは人間社会だけでたくさんじゃ。この子をいじめたら愚かな人間どもと同じになってしまうではないか。でも本当はこの子はカラスじゃないわ。人間の子よ。そうよ、今はカラスだけど。長老様、妹に石をぶつけて怪我をさせたのはこいつなんだ。おいら絶対許せない。みんな、この子をよーく見るがいい。この子は今人間の姿をしておるのかな。今はおいらたちと同じカラスの姿をしてるけど、さっきまでは人間だったんですよ。その今が大事なんじゃ。今のこの子はどこから見てもカラスの子にしか見えんじゃろうが。僕はカラスなんかじゃない、人間の子だ。うちに返してよ。ほらほら、自分で人間の子だって言ってるわ。この子にはわしたちカラスのことが分かってないのだ。だからわしたちに石を投げたりする。自分がカラスになってみればわしたちカラスのことが分かってもらえるじゃろう。そう思ってで、わしはこの子に呪文をかけカラスにしたんじゃ。いいかみんな、この子はもうわしたちの仲間じゃ。決していじめたりしてはいかん。みんな仲良くするんじゃ。さあみんな帰りなさい。マサシ、マサシはわしと一緒に寝よう。みんな、長老の言う通りにするんだ。もうあの子のことは忘れるんだ。いいかみんな、長老の言う通りにするんだ。守れない奴はこの与吉様が容赦しないからな。与吉はそう言うと自分の巣へ戻っていった。私、寝ながらじっくり考えてみるわ。あんたは羊を数えるだけで精一杯でしょ。カラスに歯はないわ。くちばしはあるけど、その程度の頭じゃ羊を数えて寝るくらいしかできないわよね。そういうこと言ったわね。でも当たってるかも。でも許せないわ。 A 子も U 子も私をバカにして。逃げるか。二人とも待て。
俺はな、長老が何と言おうとあいつにだけは絶対に食い物を分けてやらないからな。何言ってんだ。今までだってただの一度も俺たちに分けてくれたことないじゃないか。お兄ちゃん、私長老様が言うようにあの子と仲良くなる自信なんてないわ。だってあの子は私を殺そうとしたのよ。お前の気持ちはよくわかるよ。でも長老の言うことは守らないとな。さあ、オイラたちも寝るとしよう。カスケたちがそれぞれの自分たちの巣へ帰っていくと、伊蔵と太平が現れた。なんかいい雰囲気になってきやしたね、ボス。これは長老を倒す絶好のチャンスかもしれやせんよ。突然と現れた伊蔵と武。この二人、一体何を企んでいるのか。カラスになったマサシの運命はどうなるのか。次回、カラスの子、お楽しみに。ただいまの出演、滝沢正史、小林美優、滝沢美希子、淀志里江、長老浅田直也、聖子森島優希、マーコ山根かな、優子鈴木静子、英子小林美優、トータ荻野幸子、与吉鈴木静子、加助淀志里江、太平浅田直也、ナレーター矢田忠介、以上の皆さんでお送りしました。